モーコさん、タイさん、おはようございます。おはようございます。マリちゃん、ハレリア。今日はですね、なんと寒いですね。ルルさん、ハレリア。つい数日は暑くてしょうがなかったのに、今日は寒いですね。これだと寒いです。ガテウさん、ヤコブさん、ハレリア。なんと、もう本当に何日か前は暑かったんですけど、今日は寒い。本当に不思議ですね。まいちゃん、はい。そして今日は曇りですね。曇りです。こういう空ですね。まだ紅葉ではありませんが、ちょっとあの木はちょっとこう、ちょっと黄色っぽくて、もともとあんな色かもしれませんが、少し、紅葉を感じるような季節になりました。ユさん、ハレリア。ガッデムさん、その パソコンをですね、置く場所をちょっと見つけましたので、新しい、置く場所ですね。ユウさん、私のハートも曇ってます。大丈夫です。ユウさん、イエス様の言葉を聞き続けてください。心が晴れてきます。心が晴れます。皆さん、ハレリアと言うとですね、心が晴れます。ハレリア。それもですね、力強く言う必要がありますね。力強くハレリアというとですね、心が晴れてきます。明日は、礼拝があります。朝の10時半から礼拝がありますが、皆さん一緒に礼拝しましょう。ネットで礼拝を見ても礼拝です。まあ、ネット礼拝と言いますが、皆さん、ネットでも思いっきり礼拝ができると思います。結構蚊がいますね。ちょっとなんか蚊が出てきました。ちょっと目の前に蚊がいると気になるんですが、思いっきり礼拝をしましょう。ユウさん、素晴らしい噂を聞きました。ありがとうございます。ありがとうございます。サンゼットさん、大石さん、おはようございます。向井さん、涼しくなってきましたね。今日も元気で笑顔あふれる素敵な一日をお過ごしください。そうです、私たちは、正しい道を歩んでます。イエス様の道です。ですから、道というのはですね、道というのは方向が大事です。間違った方向に行けばどん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 悪くなって、どん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 状況は悪くなります。正しい道だったら、歩めば歩むほどいい方向に行きます。イエス・キリストを信じる道は正しい道です。イエス様おっしゃいました。私は道だ、ね、私は道だとおっしゃいました。それはイエス・キリストを信じる、信仰の道は命に至ると書いてあります。命に至る、天国に行くということであり、また命がみなぎるということです。光に近づくということです。明るくなるということです。皆さん、良い木は良い実がなって、悪い木が悪い実をなります。イエス様を信じて歩むならば良い木になっていきます。そしたら良い実がなるんです。良い実というのは、まあ、良い結果と言ってもいいでしょう。また、良い行いと言ってもいいでしょう。身を見て判断しなさい。イエス様もおっしゃいました。身を見て判断しなさい。良い実を結ぶなら良い木だよ、悪い実を結ぶなら悪い木だよということです。私たちは、
良い行いをするようになってきたでしょうか。もし私たちの言動が良くなってきてるならば、それは良い実を結んでいることになり、そしてそれはイエス・キリストにあって私たちが良い気になったということになります。もし私たちの言動がどんどん悪い言動になっていくならば、それは私たちが悪い気になって、それは、罪のうちを歩んでるんだということですね。タイさん、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の御元に来ることはありません。これは私を通してでなければというのは、イエス・キリストを信じなければということですね。イエス・キリストを信じなければ誰も、神のところに行くことはできない、天国に行くことはできないということですね。ルリートさん、愛を感じます。アメン。ミナトさん、今日も皆さん天国ポイントをいただきましょう。ユウさん、相談があります。今の仕事のことなのですが、毎日毎日アルミ缶を頑張って拾ってるんですが、1日200円しかならないのできついです。もっといい仕事を探しましょう。1日200円の仕事はあまりいい仕事とは言えないでしょう。むしろユウさん、それよりも一日中祈ってみてください。一日中祈ったらもっと、素晴らしい仕事です。ごまちゃん、おはようございます。同様に、良い気は皆良い気を結ぶが、悪い気は悪い実を結びます。それではですね、今日のタイトルいきましょう。今日のタイトルは、信仰は燃え尽きない。信仰は燃え尽きない。多くの人は燃え尽きてます、ね、多くの人は燃え尽きてます。燃え尽きてる、あ、私は燃え尽きてると思ってる人は手を挙げてください。正直に、私は燃え尽きてる、あ、もう日もさっちもいかない、もうどうしたらいいかわからない、もう生きる力がない、燃え尽きてる人、はい、ルリートさん燃え尽きてる、トモさん燃え尽きてる、ごめんなさい、ニコ生の人はたくさんいるじゃないかな。はい、ニコ生の人は燃え尽きてる人がたくさんいるんじゃないかと思います。身も心も燃え尽きています。燃え尽きた、ニコミンをバカにしてる、いや、そんなことないですよ。ニコミンをバカにしてません。ニーニーさん、人生何やっても楽しくない、どうしたらいいですか。はい、聖書ではですね、イエス様から離れたら枯れると書いてあります。イエス様から離れたら枯れる、つまり燃え尽きるということです。枯れるというのは燃え尽きるということでしょう。ライスさん、おはようございます。つまり燃え尽きるというのはですね、例えばスマホないですね、まあ、スマホないですけど、まあ、これがスマホだとしてガラケー使っております。これがスマホだとしてですね、これを、使ってたら、バッテリーがなくなります、ね。そのバッテリーがなくなることが燃え尽きるというふうに考えていいでしょう。多くの人はもうバッテリーがなくて、もう燃え尽きている。どうしたらいいんですか。このチャージすればいいわけですね。チャージすればいいんです。で、ちょっと今朝思ったんですけど、多くの人は、この燃え尽きてるわけですけれども、この AC アダプターをつければですね、 AC アダプターをつければ、いつもつけてれば、バッテリーがなくなることはありません。まあ現実的にですね、この AC アダプターをつけてこれを持ち歩くことはできませんが、
信仰的にはそれができるんです。つまり昨日の夜はですね、いつでも祈るべきだというタイトルでした。いつでも祈るべきだ、つまり皆さん祈ってるとですね、この AC アダプターをつけてるようなものです。もし祈らないとバッテリーが切れてしまう、そうすると燃え尽きてしまう。AC アダプターを信仰すればいいのではあります。イエス様を信じて絶えず祈ってれば燃え尽きないということですね。ですからぜひ皆さんにはイエスキリストを信じる信仰という祈りが必要です。イエスキリストを信じるという AC アダプターが必要です。むしろですね、なぜ、その肉体が燃え尽きるか、それは神様が私たちには霊的なエネルギーが必要だということを教えるために、食事してもですね、もちろん食べなければ、お腹が空いて弱くなります。それはまあ肉体的なエネルギーでしょう。しかし人間はパンの身に生きるにあらず、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。つまり肉体は食べればいいんですけど、霊はですね、私たちの霊はイエス様の言葉を聞かないと燃え尽きてしまうということです。肉体は燃え尽きます。肉は燃え尽きます。でも大事なのは、霊が元気になる必要があるんです。イエス様の言葉は霊であり命だとあります。皆さんがイエス様の言葉を聞くと元気になるんです。皆さんはこの放送を聞いて、御言葉を聞いて元気になっている人がたくさんいらっしゃると思います。皆さんそれを体験しているわけです。イエス様の言葉を聞くと元気になるということを体験しているわけですね。聖書にもそれが書いてありますね。主を待ち望む者はわしのように空を駆け上る。皆さんわしっていうのはあまり見たことないと思うんですが、こう空をですね、こう舞い上がるような、力がありますよね。わしというのは力強い。わしのように私たちはエネルギッシュになるということです。イエスキリストを信じて油注ぎを受けるならば、イエス様から命を受けるならば、エネルギッシュに、ね、肉体だけではありません。肉体のエネルギッシュではなくて霊のエネルギッシュですね。霊のエネルギッシュになります。春樹さん、昨夜は子供に聖書を読み聞かせてました。素晴らしい。ニーニーさん、人生今まで何やってもうまくいった試しがありません。ではニーニーさん、イエス様を信じてください。今度はうまくいきます。今まで何やってもうまくいかなかったのはイエス様じゃないものに頼ったからです。これからは、うまくいきます。イエス様を頼ることが大正解ですね。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。アメン。イザヤ 40-31、 しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を飼って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。皆さん、油注ぎを受けるとですね、走っても絶えまず、歩いても疲れない。まあ、これは肉体的なことも、まあ、若干含んでますが、霊的なことですね。霊的なこと、生きるということは、生きるためには肉体のエネルギーだけではダメなんです。生きるためには霊的なエネルギーが必要です。イエス様から、油注ぎを受けて、人生力強く生きることができるということですね。メルさん、おはようございます。
MJ さん、イエス様は再来すると言ってたのに、もうすぐ来ます、もうすぐ来ます。ですから皆さん、私たちは、その多くの人が疲れているのは、イエス様からエネルギーをもらってないということですね。イエス様おっしゃいました。マタイ 11-28、 すべて疲れたもの、重荷を負っているものは私のところに来なさい、私が休ませてあげる、私休みを得ます、私から学びなさい。まあほとんどの人と言ってもいいでしょう。ほとんどの人は疲れてます。ほとんどの人は重荷を負っています。それは罪の重荷であり、サタンのいじめであり、あらゆる悪霊によって、私たちは疲れるし苦しいのです。この現実を皆さん理解しましょう。多くの人が疲れているのは肉体的に疲れているだけではないのです。多くの人が疲れているのは霊的に疲れている。霊的な疲れというものを皆さんが理解してください。ただ寝てもダメなんです。ただ睡眠をとるだけでは、治りません。それは霊的な疲れというものがあるんです。その霊的な疲れを取るためには、イエス様に休みを、休ませてもらう必要があります。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。まさに皆さんは、この放送に来ているということはイエス様のところに来ているとも言えるでしょう。なぜかというと、イエス様から学べるからですね。イエス様から学べるから、皆さんは今イエス様のところに来て休みを得ているのです。そして私は心優しくへりくだっている、私から学びなさいとおっしゃっています。イエス様から学んで優しさを学び、へりくだりを学んで、謙遜を学んで、私たちは元気になります。ごまちゃん、早番行ってきます。行ってらっしゃい行ってらっしゃい。そういうわけで皆さん、私たちは、もし燃え尽きているならば、それは生き方が間違っているということです。肉で生きていれば必ず燃え尽きてしまう。肉で生きるならば燃え尽きてしまう。人間がですね、年取って、老人になって、元気がなくなるのは、肉は燃え尽きるよということを表します。人間がたかだか80年、100年で寿命がなくなります。それは肉は衰える、肉は燃え尽きるということを表します。しかし、もし私たちが聖霊を受けて、御霊によって生きるならば、永遠の命を受けて、死んだ後復活して、天国で永遠に生きることができます。それは永遠の命です。永遠の命があれば永遠に生きることができます。肉体は永遠に生きることができません。ヤコブさん燃え尽きそうだよ。春樹さん、イエス様にへりくだり、そして私は楽になる。タイさん、主の前でへりくだりなさい。そうすれば主があなた方を高くしてくださいます。
子さん、地獄でも永遠に生きるんですか？地獄でも永遠に生きるんです。まあ、その天国の永遠の命と、地獄ではですね、永遠の命と言いません。地獄で生きることは、永遠の命と言わないで第二の死と言います。第二の死というのは結局その、まあ、生きているのではなく死んでいるんですが、死んでいるんですが苦しみを感じ続けるということなんです。それは生きているとは聖書では言いません。聖書では、永遠に苦しむけどそれは第二の死、まあその何かですね、死んだらですね、もう何も感じない、何も思わないというイメージが あるかもしれません。でもそうではないんですね。地獄っていうのは死んでいるけど痛みを感じる、苦しみを感じる、恐怖を感じるという世界ですから、もう何も感じない、何も思わないということじゃないんです。多くの人は勘違いしてますね。多くの人は、地獄なんかないし死んだらもう無だと思ってますけど、そうではありません。私たちは生きている時の責任を取らなければならないのです。罪のうちを歩むならば永遠の刑罰という責任があるのです。ですから私たちは生きている時に悔い改めて生き方を変えなければなりません。自己中の生き方、罪の生き方をやめて神様に立ち返り罪を許してもらう必要があります。イエス・キリストを信じるというのはそういうことです。イエス・キリストを信じるならば罪が許され永遠の命をもらえます。そしてそのなんて前味と言いましょうか、永遠の命の前味が油注ぎと言えるでしょう。天国の前味、それがですね、私たちはこの地上で、霊的に元気になるということです。私たちは肉がありますから、肉でも疲れる部分があります。しかし油注ぎによって元気になるんです。MJ さん、遊んだら生きてるのが面白くて救われるのです。いえ、それはまだ遊び尽くしてないからですね。遊び尽くした人は、もうそういうことは元気にならないということがわかるでしょう。肉では元気にならないということが体験できます。春樹さん、天国で永遠の命を得ることが私たちがこの世で生きる証なのです。アメン。アメン。MJ さん、ゲームや漫画や音楽で、一時的に楽しめます。でもそれは一時的です。一時的です。燃え尽きます。燃え尽きます。ね。MJ さんはまだ燃え尽きた経験がないのかもしれませんが、多くの人はこの世のことで燃え尽きます。この世のことで燃え尽きます。ぼちさん、遊び尽くしたい。いや、遊び尽くさない方がいいと思います。それよりも、ね、早く悔い改めて、ね、もう、早く悔い改めた方がいい人生になります。タイさん、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人子というのはイエス様のことです。人のことか、一人子というのはイエス様のことですね。ジャックさん、欲望をどうやって収めればいいのですか？はい。いつも説明してますが、あそこにシーソーがありますね。シーソー見えますか？あのシーソーは、結局ですね、欲と信仰が、この
シーソーになる。信仰的になれば欲望を抑えることができます。欲望を求めると信仰はガタガタになりますね。どっちかです。霊か肉か。多くの人は肉を選んでます。肉を選べば、燃え尽きます。肉を選べも燃え尽きます。霊を選べば元気になります。霊を選べば元気になります。皆さんは獣医師が与えられてますから、選ぶことができます。命を選ぶか死を選ぶか、祝福を選ぶか呪いを選ぶか、命を選ぶか死を選ぶか、祝福を選ぶか呪いを選ぶか、皆さんには獣医師があります。聖書は命を選びなさい、命を選びなさいと言われました。つまり、イエス様を信じるか信じないか、すべての人は選択できるということです。イエス様を信じる、イエス様を信じるというのは命を選ぶこと、祝福を選ぶことなんです。皆さんはそれができるんです。それができます。そして霊的なエネルギーが与えられて元気になるんです。燃え尽きないのです。信仰的に生きて燃え尽きないんです。逆です。信仰的になればなるほど燃え尽きないのです。信仰的になればなるほど燃え尽きないのです。肉で歩むから燃え尽きるのですね。肉で歩むから燃え尽きます。匿名さん、おはようございます。ですから、信仰的に生きれば、信仰的に生きれば、元気になります。はい、明石タイム行きましょう。イエス様を信じたら、元気になった証。イエス様を信じたら、燃え尽きなくなってきた証。イエス様を信じたら生きることが楽になった証。スタート。第三、肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。とびっこさん、外人さん、おはようございます。ブエノスディアスというのはスペイン語ですね。スペイン語でこんにちはかな。ブエノスディアス、こんにちは。リボンさん、爪が剥がれて痛いです。教会か病院かどちらに行けばいいですか。お祈りしながら病院に行ってください。お祈りしながら病院に行ってください。ルルさん、イエス様に守られているので困難も乗り越えられると信じて生きています。アメン、アメン。ヨッシーさん、風邪をひきました。どうすればいいですか。お祈りしてください。お祈りしましょう。私は喉が痛かったら、喉に当てて、ね、癒されよ、風邪を癒されよ、風邪を癒されよ、痛みを去れってお祈りします。春樹さん、エホバの証人に駅で勧誘されましたが、この放送を聞いて本当の教えを学びました。アメン。サソリンさん、おはようございます。そう、悪霊を出ていけもいいんですよ。悪霊を出ていけ、痛みを去れとか、風邪を去れとかですね、命令してください。病気に向かって命令するんです。病気に向かって命令するんです。イエスキリストの名によってというのは、イエス様の権威で命令するんです。私たちは、病気を癒す権威は持ってませんが、イエス様は病気を癒す権威があるんです。 You are mine only。 もちろん無視するべきですね。アヤポンさん、もうその人と別れてくださいね。その人はアヤポンさんを誘惑してるだけなんです。
門下さん、イエス様への信仰に燃えれば燃えるほど元気になれます。辛い時もイエス様に祈るととても楽になれます。枯れずにいられることを感謝します。アメン、アメン。燃えれば燃えるほど元気になるんです、ね、燃えれば燃えるほど元気になります。ケンタッキーさん、おはようございます。ジャパニーズクリスチャンアーメン。そうですね、ジャパニーズクリスチャンです。さくやさん、おはようございます。タイさん、すぐ人の行い、口を見て敵意、そしりを感じてしまいがちですが、イエス様を仰ぐとその思いはさっぱり消え去ります。アメン。すべての悪意、そしりを捨てましょうね。自分の中にある敵意、悪意を全部捨てるのです。敵意があると、苦しくなります、ね、敵意があると苦しくなります。すべて、悪い心、そしり、敵意を捨てましょう。ヤコブさん、今日も許すぞ。素晴らしい。今日も許すぞ。許すと許されます。許すと許されます。許さないと許されません。多くの人は許さないために苦しいのです。許さないために苦しいです。許すと平安が来ます。許すと平安が来ます。許さないと苦しくなります。多くの人は許さないんです。誰かを許してません。だから苦しいのです。敵意、悪意をなくすにはどうすればいいんですか。そうですね、悔い改めと許すことですね。悔い改めと許すことです。イエス様ごめんなさい、ね、悪い心を、ね、取ってくださいって祈ってください。そして許すことです。許すと敵意がなくなります。許すと敵意がなくなります。ウニさん、今日も許すと。今日も許すと。MJ さん、人間の中にある執着心、これが苦しみの原因です。そうです。それを取ってくれるのはイエス様だけなんです。 MJ さん、自分では取れません。自分では取れません。スピリチュアルでは取れません。イエス様だけがその苦しみの原因を取ってくれるんです。太郎さん、私の母は肝臓がんだったのですが、聖書を通読しただけで嘘のように感知してしまいました。アメン。素晴らしい、素晴らしい。オバマさん、ゲイの友達を3時間説得してゲイを治しました。アメン。MJ さんはイエス様ではありません。 MJ さんは人間です。イエス様は、十字架にかかったイエス様です。タイさん、もし人の罪を許したならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。アメン。それではファイナルメッセージです。ファイナルメッセージです。皆さん、私たちは、真理を知り、その正しいイエス様の道を歩みます。そして確かに、イエス様から霊的なエネルギーが来ます。油注ぎが来ます。確かに元気になります。確かに、強くなります。確かに平安が来て、確かに喜びが来て、確かに希望に満ち溢れます。私たちは、その信仰が単なる思い過ごしではなく、現実にイエス様から霊的な力、神の力が来るのです。そして元気になるのです。そして一時的ではありません。一時的ではなく、継続的に、継続的に生きる力が来るのです。
世の中の人が燃え尽きてるのは霊的に、霊的な力がないからです。今日の放送を聞いてそうだったんだ、自分が燃え尽きていたのは肉が燃え尽きていたのであって霊的には枯れていたんだ、霊的な命がなかった、霊的な力がなかったんだ、やっと分かった、やっと分かった。イエス様を信じて、イエス様を信じて、神の力が欲しい、神のエネルギーが欲しい、神の力が欲しい、そう思う方はアメンと言ってください。アメン、アメン。神の命が欲しい、神の命が欲しい、アメン、アメン。春樹さん、私の父も大腸がんと医者に言われ、余命も伝えられましたが、キューちゃんのこの放送を毎日聞いてたらすっかり治ってしまいました。わお、素晴らしい。アメン、アメン、アメン。天のお父様、私たちは以前、疲れてました。以前重荷を負ってました。もう本当に、起きることが苦しく、生きることが苦しく、仕事をすることが苦しく、何もしたくなかった、何もしたくない、何もやる気がない、燃え尽きてました、燃え尽きてました、重荷を負ってました。生きることが苦しい、もう重荷を背負って歩くことが苦しい、そういう状態でした。また今現在そういう人はたくさんいます。ほとんどの人がそうです。ほとんどの人が疲れていて、ほとんどの人が重荷を負っています。イエス様、そういう方々がイエス様に近づきますように、イエス様を信じますように、イエス様に休みを休ませてもらえるようにしてください。彼らを休ませてください、彼らを休ませてください。彼らがイエス様から永遠の命を受けて、永遠の命を受けて、癒されますように、解放されますように、元気になりますように、元気になりますように。そしてあなたから学んで、あなたから学んで、ます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 元気になりますように。あなたの言葉は本当の薬、あなたの言葉は永遠の食べ物、あなたの言葉は命、あなたの言葉は力です。どうぞ多くの人たちがイエス様の言葉で元気になりますよ。イエス様の言葉を聞いて元気になり、学んで元気になり、実行して元気になりますように。彼らを励ましてください、強めてください。わしのように空を駆け上がり、走ってもたゆまず、歩いても疲れない、燃え尽きない人生、燃え尽きない人生、エネルギッシュな人生が始まりますように、始まりますように、始まりますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、喜びましょう。いつも喜びなさいと書かれています。またすべてのことを感謝しましょう、すべてのことを感謝しましょう。神に近づきましょう。神様に近づくのです。そして絶えず祈ってください。いつでも祈ってください。イエス様に感謝して、イエス様に祈ってください。それが、AC アダプターです。皆さん、祈りという AC アダプターをつけましょう。そうすれば、バッテリーが切れることはありません。バッテリーは、私たちのバッテリーは切れません。それじゃあ、今日の夜はありません。放送がありません。明日の朝10時半、一緒に礼拝しましょう。一緒に思い切って、思い切って礼拝しましょう。それでは、良い一日を、シャローン。良い一日を、シャローン。シャローン。ありがとうございました。シャローン。